動画本編に入る前に一応補足でお話しします。先日コミュニティでも投稿した赤ちゃん猫、通称リアルコジャッチくんの動画を突発的に撮りまして、今回そのリアルコジャッチくんの実写動画になります。へそなをついててやべーみたいな感じでコミュニティ投稿したんですけど、本当にやばかったんですよ目も開いてなかったんですけど、ようやくねリアルコジャッチくんが人間の世界に慣れてきたようで、我々人間もねミルクのあげ方とかお世話がだいぶ慣れてきて、いろいろ安定してきましたということで、猫の赤ちゃんを育てたことはないので、もしよかったらね視聴者さんの中でこうした方が後々いいですよとか、しつけは生後丸週間後から始めるといいですよとか、赤ちゃんは丸々すると喜びますよとか、いろいろアドバイスいただけると嬉しいです。あとはねシンプルに可愛くて、この可愛さを皆さんと共有するために動画を作っていますので、画面越しではねあるんですけども、可愛がってあげてください。ちなみにこの赤ちゃんをね引き取ってからスプラトゥーン3の最新情報が公開されたんですけども、まさかのコジャッチくんが茶色がかってて、これはびっくりしましたね。このリアルコジャッチくんも茶色の猫なので、リアル世界でね謎の伏線が貼られていましたというわけで、本編動画はスマホ撮影スマホ録音で、画質も音質もめちゃめちゃいいわけではないんですけども、最後まで見ていただけると嬉しいです。それではどうぞ。はい、ありがとうございます。久しぶりです。というわけで今回なんですけども、以前ねコミュニティの方で猫ちゃんが生まれましたということでご報告をしたんですけども、まあ、今回はね猫ちゃんにおミルクをあげていこうかなということで、こんにちは、まあ、この子は赤ちゃんじゃないよ他にも猫ちゃんがいるんでね、今日はこの猫ちゃんにおミルクをあげていきたいと思いますが、あなたは起きないですか？あなたは寝たままですか？起きないですか？もしもーし、ちょっと起きなさそうですねあなた起きてますね。これからミルクあげますけど、あなたは特にコメントとかないですか？俺に話しかけんじゃねえよって感じですか？眠いんですか？気持ち良さそうですね特にノーコメントなようなので、早速おミルクを作っていきたいと思います。もしもーし、もしもーし、こっちですよ逆方向に向いてんだよな。こっち、こっち、はい、入場です、入場です、にゃん吉選手入場です。こちらの方へ、こちらの方へ来てください。こっちです。一歩一歩前進、前進しております。そうかそうかそうか、ミルクが欲しいんだな。そうか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 、はい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 、はいどうも、はいどうも、にゃん吉ですこの子ね、目一応開いたんですけど、まだね多分視力はないと思うんでね、目開いただけで見えてない説がありまして、まだいまいちねどこに何があるかよく分かってないと思うんですけども、ミルクをあげていきたいと思います。ちょっと待って、暴れすぎだ。にゃん吉選手暴れすぎでございます。にゃん吉選手はいはい、お口開けて、はい、お口開けて、お口開けて、はい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 、はい、チュパ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 、もうどうでございますめちゃめちゃ美味しそうに飲んでいますね。にゃん吉選手見てください、この顔、そしてこのミルクが口から溢れている様子。にゃん吉選手とてもキュートに飲んでおります。今日のミルクの感想はいかがでしょうか？悪くないですね。そうですね、100点満点中95点でしょうか。ありがとうございます、ありがとうございます。にゃん吉選手ですね、本日動物病院に行ったところですね、なんと膀胱炎になってしまったそうで、おしっこがね視力濁っちゃうんですよね。なんか透明の時もあるんだけど視力濁ってて、で成猫、もう成長しきった猫も、まあ、視力濁ると、まあ、膀胱炎とか、あとなんだっけ、膀胱炎か膀胱、まあ、要するにおしっこを作ってるとこですね、体の中のおしっこファクトリーが、まあ、ちょっとうまく機能していないということで、まあ、視力濁っちゃうんですけど、まあ、若くしてね、まだこの子生後2週間経ったかな、わかんないけど、まだ生後間もないんですけどね、ちょっとおしっこファクトリーが故障してしまいましたということでちょっとね困っちゃったんですけど、でしかもまだねちっちゃいから注射が打てないっつうことで、ちょっと様子見みたいな感じで、まあ、とにかくね、なんかおしっこ、まあ、溜まってることがよくないらしいんでね、
おしっこを出させてあげないといけないということで、まあ、結構ちまちまねトイレをさせているんですけども、赤ちゃん猫ってね自力でトイレ、まあ、できなくはないんですけど、ちょっとねお尻の方をポンポンねティッシュとかで、ね、叩いてあげると、まあ、トイレがスムーズにしやすいっていうところで結構ねポンポン叩いてあげております。というわけでミルクが美味しくてもう寝そうでございます。もう寝そうだね。これもういらないっすか、ミルク。いらね、もういらね、いらね、どういうこと、もういらね、もういらない。そうですね、はいはい、口が汚いですね。ちょっと待ってね、はいはい、ちょっと待ってください。お口を拭きましょうね、はいはい、お口拭きましょうね。お口拭いて、今ちょっとね音入れタイム、ちょっと今お尻をポンポンさせていただきます。はいはい、じゃ今ちょっと画面に映ってるこのおへその部分はですね、もともとへその緒がついてたとこですね。へその緒が取れて、で、まあその後がなんかちょっとかさぶたみたいになっちゃったんですけど、まあ動物病院行ったところ、まあこれは特に問題ないらしいですね。また自然にこのかさぶたが取れて、まあいい感じにおへそが塞がっていくらしいので、まあとりあえず膀胱炎以外は健康でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おしっこ出ないかな？ちょっと出たね。ちょっと出たけど、まあこんなもんか。もう出ないかな。ちゃんと出させてあげないとね、また膀胱炎がちょっとひどくなっちゃうんで。今後ともよろしくお願いします。はい、あざすあざす。もうね、お腹いっぱいで眠いですか？もう眠いですか？そうですか？はい、というわけで、本日の出勤おしまいでございます。はい、退勤してもらって大丈夫です。はい、どうぞ。退勤しました。で、まあ、実はこの子猫ちゃんですね、庭でたまに来てたね、野良猫が出産してしまったようで、なんか最初はね、なんか2匹いたんですけど、赤ちゃんが。なんか気づいたら1匹になってて、なんかちょっと1匹取り残されちゃったみたいな感じで、まあ我々人間が引き取ってやろうじゃないかということで引き取って、まあ今育てているっていう感じですね。最初はマジでね、へその緒ついてたし、目開いてないし、ミルクのあげ方わからんしっていうところでかなりね、戸惑ったんですけども、順調に成長しております。なんかね、子猫の生存率って 50% とか結構低いらしいんですけど、まあ多分この調子でいけば、まあ無事に育ってくれるんじゃないかなというところで、可愛く育ってほしいですね。ちなみにオスでございます。まあこんな感じでね、猫日記じゃないんですけど、この子猫ちゃんのね、成長の様子も動画に収めていけたらなと思いますので、ぜひね、今後ともよろしくお願いいたします。というわけで今回はこの辺で締めたいと思います。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ダナモー、それではまた、アディオス。はい、というわけで動画本編は終わったんですけども、もしよかったらね、目が開く前の、まだへその緒もついてるかな、今よりより赤ちゃんしてた時のニャン吉の動画がありますので、おまけとしてね見たい方はぜひこちらの動画も可愛がってあげてください。それでは今度こそ私は失礼いたします。はい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 、ちゃんちゃんちゃん、はい、ちゃん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 、はい、顔、あ、ミルク取れちゃう、顔、いいぞいいぞミルキー、ガッツキスギガッツキスギ。チュパチュパモードになるの暑かったかな、飲んでるかな、来ました、チュパチュパモード、チュパ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 、すごい速度で飲んでいます、チュパチュパモード来ました、すごい勢いで飲み干してますね。あ、もういいね、もういい、もういい、吐いてね。タプタプじゃない、あんた。もういい。疲れ果て、飲んだら疲れ果ててだらなんでしょ。お腹いっぱいになったんだね。
もう一回だけちょっと。昨日も停止してしまいました。